さあ続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ちょっと本当はセクシーなコーナーになるはずだったんですけど、ね、ちょっとそうなんですね、殺されたがるから最近そうですね、まあ、いろんな人は感じ方があるからね行きましょうラジオネーム雨乞い。志田未来ちゃんの小さな手で失神するまで首をキューッと締められ、失神したらすぐさまバケツの水をかけ起こし、無邪気にどうだったどうだったと聞かれたい。ああ惜しいね。ああ惜しいんすかこれ。志田未来ちゃんじゃない方がいいかもな。ラジオネームおまっとさんでした。頭上から降ってきた E ガールズの糞尿をショーシャンクの空みたいに体全身で受け止めたい。もう特殊な方ですねこれはね。もう全く特殊な方のあっちですね。ああなるほどね。シンプルですね。そうか、そっちがいいか。どうしよう、わかるわからない。馬小屋に繋がれてさ、はい、藁の代わりにそれを食わされるっていうのはどうだ。いや、ちょっとわかんないですね。どうだじゃないんですよ。どっちもわかんないですわ。全然わかんない。特殊すぎて。馬小屋につながれて。ラジオネーム雨乞い。えいくらななちゃんが、まだガラケーを使っている僕に、うん、わ、懐かしいと言って、ガラケーを奪い取り、僕のチンコをカパカパ挟んでほしい。もうちょっとだなこの子は。もうちょっとでシンクロしそうだけどな。ラジオネーム日本語ラップ、はい、友人の結婚式に参加をし、余興で高橋真麻と一緒に大勢の前でシンデレラハネムーンを歌い気持ちよくなり、この快感を忘れないため歌手を目指す決心をしたい。ちょっとじゃないんですよ、ふざけないでください。ふざけないでください。それでオンラインできますかあなた。非常に方形スケーター。無職からの脱出を考えた僕は、家から出なくて済むので YouTuber になろうと決める。次の日、方形を向いてみたという動画を作成しようと激痛に耐え2割弱しか向けなかったが、無事アップロード。それを辻のぞみのブログで宣伝してほしい。いや、どういうことだよ。わかるな。痛そうだね、お前。その方形あんま向かない方がいいんじゃないかな。病院の方がいいんじゃないかな。2割弱。ラジオネーム20センチ少年。沢尻エリカに学生時代の卒アルを奪われ、どうせあんたの学生生活なんかしょうもなかったんだからこんなもんいらないでしょ。と言いながら、俺の卒アルに、ションベンをぶっかけられ、はぁ、あ、俺の思い出がと叫びながら、白飯ガツガツ食いたい。どうなってんすか、マジで。なんすか、それ。わかる。わかるんすか、それ。わかるだろ。わかるんすか。全然わかんねえすよ。卒業アルバムに、サージリエリカが卒業アルバムにションベンぶっかけてくれるのじゃん。ご飯食うんすか。それで白飯食いたいんすか。わかるぞ。全然わかんない。パンはパン、パン、パン。いや、パンでもわかんないです。そういう問題じゃないですわ。飯食うのがわかんないですよ。あげとこう。パン。あ、どっちでもいいけど、どっちでもいいよ。任せますもん、これはね。ゾンビかカープかどっちが来るか、もう皆さんお楽しみにしてください。はい。ラジオネーム、満腹亭稲荷。小島春菜行きつけのラーメン屋があるという情報を入手した俺は、閉店後に忍び込み、スープの鍋に身を隠す。うん、そのまま、うっかり寝てしまった俺は、あくる日、店長の石神に気づかれないまま火をかけられて、トロトロになるまで煮込まれて、それを小島春に飲んでもらって、うん、まあまあかな、と食べログで2点をつけてもらいたい。どういう、これはもうちょっとやっぱ無理してるよ。いや、そうでしょうね、無理。こんなんじゃ勃起しねえくせにさ、これでいったんだって、はい、もう無理やりパンストの、あの、肌触りだけで興奮してるのに、これでいったっていう嘘ついてるわ。何を言ってるんですか。
そういうことなんですか。パンストの食、うん、感触がいいだけで興奮してるだけ、はい、本当はこれで興奮してないくせに手に実はパンストの素材をつけてる。カッコつけんなお前。つけてんすかそれ。こんなんだよお前、興奮するわけねえだろお前。嬉しそうだな、嬉しそうだな。吉住さん、吉住さん、どうしたんですか吉住さん。こんなんだお前、終わりでいくわけねえだろ。吉住さん言わないですよそんなの。おじさんに言っちゃうの。ラジオネーム20センチ少年。雨小屋に飛び込み着替えを覗きながらしこっていると、あーおんめそこで何してた、そんなみっともねぬたうなぎとっととこっちへよこさねえかと秋田以上に言い寄られたり。いやなんだそれ、出た秋さん、エロいからね。いやエロい目で見れます。さん、秋田家君さん、秋田家君さんですか、はい、お前のところのセクシーマザーどうしてんだ最近。いやセクシーマザーじゃないですよ。うちの母ちゃん黒いパンティ履いてると噂。いや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 、どこでその噂立ってんすか。黒パンティの女こと酒井のお母さん。何ですかその異名。元気にしてますよ。してる、元気にしてますよ。黒い下着つけて。いやいや下着の色知らないですよ、気持ち悪いですよ。自分の親の下着気持ち悪いってなんだ、自分の親に監視しろ。何を怒られるんだ俺。なんだ、なんだ、お父さん悲しんでるぞお前。死んだわだから。だからだよ、天国からだよ。天国でね、地獄か。天国だよ絶対。ラジオネーム起きてるし。裁判沙汰を乗り越え日本テレビにアナウンサーとして入社した笹崎怜奈さんがマイクテスト研修に参加。俺はパンツを脱ぎ俺のマイクを笹崎さんの前に差し出した。あれマイクが入ってません。焦った笹崎さんは気筒をつまみ、ふっふっと先っちょに息を吹きかける。恥ずかしさと気持ちよさで思わずフル勃起してしまうと、それに気づいた笹崎さんの顔はわなわなと震え、銀座のホステスなめんじゃねえぞ。一括し気筒に唾を吐きかける。その後白いタオルで唾を拭いてくれるかと思いきや熱々のおしぼり、それを俺のマイクに巻きつけ両手で雑巾を絞るようにねじられ、そのまま気を失いたい。惜しいんだよお前ら、カッコつけっからなお前ら。カッコつけてんのこれ。本当の興奮を言わないからな本当に。カッコつけてんのかな。最近出た変な本と一緒だよ本当に。最近出た、いろんな恥ずかしい姿をさらけ出さないと。ラジオネスメシハザード。北川景子ちゃんに突然体中の毛を剃られた後、1時間もせずにニョキニョキと生えてきた僕の陰毛を見て、ちょっとチンゲ伸びるの早すぎでしょと爆笑されたい。わかる、わかんすか。わかるね、これはさらけ出してますか。いいね、これはさらけ出してる。現実的じゃないでしょ。いいですよ、ニョキニョキ生えてこないでしょ。あげねえすかそれで。大丈夫、満腹でいなり。チンコの先っちょに切れ目が入っていることに気づいた俺は、すぐに病院に行き診察をしてもらうことに。主治医の満島ひかりちゃんに相談すると、じゃあまずはギンギンに勃起してもらって、それから見せてもらえますかと言われたので、7秒でフル勃起させパンツを脱いでチンコを見せると、皮かぶっててよく見えませんね、お薬出しときますねと言われ、フル勃起のまま混み合っている処方箋薬局でオレンジページを読んでいたい。惜しい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 ですか。惜しい惜しいですか。ラジオのチェーンギャング5。度重なる恋愛禁止を破る AKB のために僕が一肌脱ごうと思い、僕はタトゥーショップに行き金玉の裏側に秋元康の顔面タトゥーを入れる。そして AKB のメンバーを一列に並ばせ、この先恋愛禁止を守れない奴は俺の金玉を踏めと宣言。次々と隠れキリシタンが見つかる中、ついに柏木由紀の番。どういった表情で踏むんだろうと期待していると、なぜかタンクローリーに乗って現れ、俺ごとぺちゃんこにしてほしい。お前毎回じゃねえか。ダメだタンクローリーは。いつもぺちゃんこにされたでしょ。以上。